トレンティーノ・フランコは、メキシコ出身の元プロ野球選手。1982年の MLB ドラフト36巡目で、サンフランシスコジャイアンツに指名されるも契約せず、翌1983年の MLB ドラフト7巡目で、オークランドアスレチックスに指名され契約。1991年にヒューストン・アストロズで、メジャー昇格した以外は、マイナーリーグ生活であった。 1993年に西武ライオンズに外野手として入団し来日。前年オフにフロリダ・マーリンズへ移籍したオレステス・デストラーでの後釜として期待された。オープン戦は好調だったが公式戦に入ると全く打てず、さらに守備でもフライを落球するなどの接種を露呈してしまい、同年限りで自由契約となり帰国した。 アメリカ球界に復帰後もメジャー昇格することはなく、1997年に現役引退。引退後は2007年のパンアメリカン競技大会と2008年の北京五輪にてメキシコ代表チームの監督を務めたほか、2006年と2009年のワールドベースボールクラシックではメキシコ代表のベンチコーチを務めた。2018年から ロサンゼルス・エンゼルスのスペイン語ラジオ放送の実況を担当。ありがとうございます。